はい、そうです。今日は、営業で使えるフレーズを3つご紹介ということをお話します。で、実際私が営業現場で、使ってる、まあ、使えるこう営業トークじゃないですけど、言い回しだとかそういったことがちょっと3つあるので、もうこれを教えちゃいますというお話で、なのでちょっと営業マン向けの動画になっちゃうんですけど、3つご紹介させていただきますと。で、結論からもうまず1つ目ですね。これはその商談の、まあ、後半の時に、使えるフレーズなんですけど、どういうフレーズかというと、私がもしお客様の立場だったらっていうのを結構使うと。で、要は例えば私がもしお客様の立場だったら、こういう考えなんでこっち契約しますねとか、私がもし誰々さんの立場だったら、貯金が何百万円あるんで、こっちを契約しますねとか、私がもし逆の立場だったらっていうのは、結構実際私使いますと。で、これどういう意図があるのかっていうと、結構営業マンとお客様って、VS の関係になりやすいんですね。要は商品を提案する営業マン VS、その商品と営業マンを見極めようとするお客様みたいな、槍を持ってる営業マンとなんとか防御しようと盾を持ってるお客様の構図ですね。で、この VS の関係になっちゃうと、まああまりよろしくないと。で、ただ、これは結構営業マンが思ってる以上に、実はお客様と営業マンっていうのは VS の構造になってる場合があると。で、この VS の構造を外すために、私がもしお客様の立場だったらっていうのを言って、VS の関係を外すっていう目的ですと。なので、VS の関係じゃなくて、私がもしあなたの立場になれば、要はあなたと同じ方向性で見ればっていう、ちょっとあなたに寄り添ってますっていう匂いを出すと。これが目的ですね。私がもし逆の立場だったらっていう。で、もう一つ目的があるんですけど、まあ、正直な話、お客様の立場からすると営業マンに何かを提案された時って、どう思うかっていうと、こいつこんなになんか、この商品がいいだこうだ言っとるけれども、こいつ本当の本心のところでお前自分だったら契約すんのかと、自分だったらこれ買うのかとっていうのはおそらく、お客様は思ってると。で、これたまにお客様 自らが言ってくる場合があると。これあなただったら契約しますっていうのは多分、本心のところで、これを先に言っちゃうっていうパターンですね。営業マンの方から、私がもし逆の立場だったら、こっちを契約しますけどねとかっていうので、先に、まあ、お客様の本音の部分で本当かと、営業マンと、お前自分の金だったらこれ契約すんのかよっていうところを、もう、自分だったら契約こっちにやりますけどねっていうのを先に言っちゃうっていう目的ですね。なんでこれは結構使い勝手がいいというか、結構私も頻繁に使うんですけど、私がもしお客様の立場だったらっていうのは使えるんじゃないかなと思います。これが1点ですね。で、2つ目のフレーズが、単純にもったいない話ですけどねっていうのは、まあ、このフレーズは結構使いますと。で、これどういう時に使うのかというと、例えば営業マンが、この商品がこうこうこうで、こんなメリットがあります、これを契約すればこんなにいいことがありますって言っても、お客様がなかなか動いてくれないっていう時があると。で、要は押してもダメだっていう話ですね。で、押してもダメなら引くっていう話です。で、要は引きの営業で、引きのセールストークで使うのがこの、単純にもったいない話ですけどねっていうのを言うと。具体的にどういう使い方をするかというと、まあ、押して、もうダメだってなった時に、まあ、単純にこれ契約しないとなれば誰々さんにとってもったいない、まあ、ただそれだけの話なんですけどねみたいな感じの、言い方をすると。で、要はこれを契約すればあなたにとってプラスですと、こんなにいいことがありますで動かないのであれば、これを逆に契約しないことがあなたにとってちょっと損ですと、
この機会を失うことがあなたにとって損なんですけど、それでいいんですかぐらいの、そういうニュアンスを出すと。でそうすると、いや確かに損はしたくないっていう方向でちょっと食いついてくるんですね。でそうなった時にまた、推しのところでいくっていう話で、そうなんですよと、だから、こう契約するとこれだけメリットがあるのでどうでしょうか、でこれでも動かない、で、引くと、契約しないとなれば、誰々さんにとって単純にもったいない話なんですけどっていう、まあ、引きの営業でこの単純に誰々さんにとってもったいない話なんですけどねっていうのを使うと、これが2つ目ですね。で、3つ目、なんですけど、これは、ちょっとかなり、まあ、非容疑というか激しい話なんですけど、どういうフレーズかっていうと、正直誰々さん今この部分で悩まれてますよねと、でそれ以外はもうご納得されてると思うんですよっていう、このフレーズですね。で、これどういうことかっていうと、例えば営業マンが何か商品を提案した時に、要は、こういう内容で、こういうメリットデメリットがあって、で金額はこうで、どうでしょうかみたいな感じでわーって、商品説明をした時に、お客さんの立場からするともう情報が入りすぎるんですね、一気に。例えば、今私が決めていいのかとか、後でもっといい商品が見つかるかもしれないとか、この値段って高いんか安いんかちょっとなんかあいみつ取りたいなとか、そもそも、将来的にこれ払えんのかとか、っていったところでお金の問題、決裁権の問題、なんか商品の特約のところがちょっといまいちよく分かんないし、うわーって情報がいっぱい入ると。でこの判断軸と情報がいっぱい入りすぎると絶対に契約にはならないですね。で、わーって情報過多になって、もうわけわかんねえからとりあえずちょっと考えますみたいな、この流れになるんで、これを、阻止するためにどうするかっていうと、もう営業マンが、実際悩んでるのはこの部分一つですよねと、でそれ以外はもうご納得されていると思うんですよって言ったところで、判断軸を強引に一つにバーンってまとめちゃうっていう話ですね。で、実際これはめちゃくちゃ効くっていう話で、でお客さん自身も自分がどの部分がクリアになってどの部分がクリアになってないかってお客さん自身分かってないと。でそこを営業マンが一気にあなたの、判断軸はここだけですと、それ以外はご納得されてますよねって言ったところで持っていっちゃうっていう話ですね。で例えばどういう使い方をするかっていうと、正直今悩まれてるのって金額の部分ですよねと、でそれ以外の、商品だとか、内容についてはもうご納得されてると思うんですよ。でここでお客さんもしはいって言えば、もう、考えるべきことっていうのはお金の問題だけなんで、このお金についてもう詰めれば、もう契約になるっていう話ですね。もう考えるべきことはこれ一つだけですよね、それ以外は全部解決済みですよねっていうのでバーンと分けちゃうっていう、これが正直今この部分で悩まれてますよねと、それ以外はご納得されてると思うんですよっていう言い方で一気に分けにいくっていうフレーズですね。これはめちゃくちゃ使えると、めちゃくちゃ効くっていう話ですね。なんで、まあ、ぜひこの3つを参考にして、営業マンの人はいただければなと思います。以上です。